真央崎でございます。よろしくお願いいたします。私は今ツイッターっていうのをやってるんですけれども、日本の政治が少し変わる雰囲気を感じてるんです。どういうことかと申し上げますと、原発なんですね。原発が起こる前、日本の国民の中で反対運動をするという人は 10% から 15%、 そんなに大きくなかったと思うんですね。しかし福島の原発が起こって、いや、どうも違うではないかと。それは原発というものが安全である、原発というものが一番コストの安いエネルギーである、原発でないとその他のエネルギーがないんではないかと、と言われていたことが、みんな、いや、実はそうでもないということを今半数以上の日本人がそう思ったと思うんです。で、これは非常に大きな意味合いを持ってまして、今でも原発を推進すべきだということをおっしゃっている方がたくさんおいでになります。新聞、昨日かおとついの読売新聞の社説は、依然として原発を推進しなきゃいけないという社説が出てました。そして、今度のサミットで、どういうことになるか分かりませんけれども、基本路線を依然として四本柱の柱の一つとして、最高レベルの安全を持つ原子力を推進するという形で総理が発言されておいでになります。経済産業省も依然として原子力を推進する雰囲気があると思います。それから、東大の先生であるとか、そういうような方たちも推進すべきだという方々がたくさんおいでになります。今まで多くの日本の人は、いや、マスコミが、大手の新聞が言ってるんだから、まあ少しはおかしいところがあるかもしれないけども、大筋正しいんではないか、 70% 近くの人が日本の新聞を、日本のテレビを信頼してきたと思います。そして、学者になれば、東大の先生が言ってくれたからそれは正しいんだろう。から政治家も、総理は時々違うことを言うかもしれないけれども、まあまあ総理がおっしゃるなら正しいことだろう。日本の官庁の経済産業省でそういうところが話すならば正しいだろうと、大体みんなそう思ってきたと思うんですね。ところが今度の原発で、総理、大臣、あるいは大手の東京電力、あるいはテレビ、新聞、学者、それが何を言おうと、実は真実っていうのはどうも違うところにあると、ということをみんな薄々分かり、そしてそれが多分今日の日本の 50% 以上の人がそう思っていると思います。多分ここにおいでになる方はアンケートをすればさらに増えて、もうほとんど 100% 近く疑問を持たれている方がおいでになると思うんですけれども、それは何も
原子力だけではないんですね。今まで皆さんが正しいと思ってこられたこと、正しいとどこかに書いてあったこと、それが多く間違っているし、この原発というものを契機に権威のある者が喋っていることが必ずしも事実でないという今の原発に対する思いを、その他の安全保障の問題も続けてみてほしいとこう思ってるんですね。で、今日は、一番の題材が日米同盟です。で、私は日米同盟のことを中心に話をいたします。ただ今申し上げましたように、外交安全保障のところで我々が思っていることと現実が違うということを少し認識してもらうために、恐縮ですけども、いくつかの質問をします。で、私は防衛大学校で7年間先生してたもんですから、みんなに手を挙げてもらうことをよくやるんですね。で、皆さん最近質問されて手を挙げるなってことはほとんどされたことはないと思うんですけども、いくつか質問しますから恐縮ですけど手を挙げてくださいね。はい、原発について皆さんの非常に大きい関心は、去年は尖閣諸島の問題だったんですよね。重大ニュースの、読者の選ぶ重大ニュースのトップは尖閣諸島でした。ということで、日本の国境問題について少し皆さんがご関心あると思いますから、導入としてこの3つのことを聞いていきますね。一番簡単なことから申していきます。北方領土、皆さんもしも北方領土で自衛隊とロシア軍が衝突したとする、その時にアメリカは助けに来てくれると思いますか、来ないだろうと思いますかというとこから始めますね。北方領土で衝突した、その時に米軍は北方領土にでの日ロの戦いの中で日本側がついてくれると思う人、手を挙げてください。マスコミなんかはそんなもんじゃないですか。マスコミ、いや、皆さんがお考えになっていることマスコミが何言ってることを今日はやめまして、皆さん個人個人がどう思っておいでなのかということで、北方領土について入ってくれると思われる方、はい、これは入らない構図になっております。どういうことかと申し上げますと、日米安保条約というのがございますね。日米安保条約は管轄地に対して、日本が管轄している地域に対して誰かが攻撃をしたら、その時にはアメリカは自分の憲法に従って行動をとるということですから、今北方領土は日本の管轄じゃない、ロシアが管轄しているということですから、安保条約の対象外ですね。まあ、これは大丈夫だと思いますね。じゃあ次、竹島問題見てみましょう。竹島、今アメリカはアメリカに連邦政府がございまして、その連邦政府に地名委員会というのがございます。それはどういうことかというと、アメリカ国内も含めて世界中の地名がどうなっているかということをアメリカ連邦として責任を持つ。だから例えばどっかの島があると、この島はどこの国に属しているかということを決める、アメリカ連邦として決める責任のある委員会ですね。そういう委員会がございます。
ではこの委員会で竹島は今日本のものになっていますか、日本の領土ですか、韓国の領土ですか、中立ですか、この3つで聞きますね。竹島、アメリカは現在日本の領土だと書いてると思う人手を挙げてください。竹島は日本の領土だと思う人、あれ比較的少ないですね。韓国の領土だと書いてると思う人は、はい、中立だと思われる人、はい、いつぐらいから日本、どれぐらいから韓国領になってると思います？わかりませんね。あ、いや、あなたはなんとなくなんとなくね、はい、多くの人は中立だと思いますね。韓国領になってます。これは歴史的に見ると何も今起こったことではなくて、実は2008年ブッシュ大統領がアメリカに、ブッシュ大統領が韓国に行くという時に韓国側が猛烈に働きかけをして、ブッシュの指示で竹島は韓国領になってます。2008年ですよ。2008年に起こったことをなんて我々は知らないんだろう。なんで報道しなかったんだろう。そんなことが起こったんなら、なぜ日本の外務省あるいは日本大使館は抗議しなかったんだろう。その時の官房長官は町村さんです。町村さんはアメリカ政府のいちいち細かいことについて我々は文句を言うっていうようなことはしませんということを言ったんですね。だから新聞もそれはほとんど報道をしませんでした。これは2つ目ですね。じゃあ尖閣諸島のところに行きましょうね。尖閣諸島の領有権、領土をどっちが持ってるかどうかということを考えてみましょう。尖閣諸島は当然日本の領土であるとアメリカが言ってるか、尖閣諸島は中国のものだと言ってるか、尖閣諸島は中立だと言ってるか、これも聞きますね。尖閣諸島は当然日本のものだと思ってる人と言ってると思う人手を挙げてください。はい、尖閣諸島は中国のものだと言ってると思う人手を挙げてください。はい、尖閣諸島はについてはアメリカはどちら側にもつかないと言ってると思う人手を挙げてください。一番最後の中立だと言ってる方なんですね。さあ、こう見てきますと、先ほどの原発において我々が思っている、なんとなくどっから情報が来たのかわからないんだけれども、なんとなくそうだと思うことが実は外交問題でも皆さんが思わされていることと現実とは違うということがお分かりになったと思います。で、本題に入る前にもう少し領土問題でこうやってみましょうね。まず1945年日本はポツダム宣言を受諾して戦争をやめました、ね、ではこの戦争を
辞めた時に領土については何と書いてあったのか、書いてなかったのか、ね、日本は無条件降伏した。その時に日本の領土についてはどういう記述を書いてあったかということを知ってる人に挙げてください。はい、我々は、まあ、第二次世界大戦のやめた時からスタートしてるわけですから、本当は領土の問題について、そしてみんな領土に対しては大変な関心が皆さんおありになる。多分この中で日本の領土について関心がないっていう人はいないと思うんですよね。しかし我が国が出発した時の領土の問題についてポツダム宣言が何と書いてあったかっていうことを、なんで我々知らないんでしょう。じゃあ何と書いてあるか、それはこう書いてあるんです。日本の領土は北海道、本州、九州、四国、この4島と連合国側が日本のものだと言ったものが日本の領土になると言ってるんです。いいですか。それで日本はポツダム宣言を受諾して、そして9月1日2日ですか、ポツダム宣言を守るということで航空部長に署名したんですね。はい、では次の問題にですね、その時に1945年にソ連が南下してきました、ね、南下して千島を取りました。ではこの時にルーズベルトがスターリンに書簡を送ってます、ね、千島はお前のものだと認めるよ、ね、それに対してお前のものだと認めるよという書簡を送ったか、何をけしからんことをしたと、ね、私は千島はお前が取るということについては抗議すると言ったか、何にも言わなかったか、この3つで聞いてみますね。トルーマン大統領が入ってきたものに対して俺はそういうことを許さないと言ったか、いやそれは結構だと、まあ、お前がそれを取るのはしょうがないと言ったか、それについて黙っていたか、それについて、それは許せないとね、千島を取るのは許せない、認めないと言ったと思ってください。ああおいでにならないですね。意外にこれはちょっと意外な結果ですけど、じゃあ取るのはしょうがない、取るのを認めると言ったと申しておいてください。はい、それについては何も言わなかったと申しておいてください。はい、これは認めると言ったんですね。なぜ認めると言ったか、少し考えてみていただければいいんです。